えっと思って、ぼーっとなりましたね。しばらくそこでぼーっと見てたんですよ。うん、したら、ナタの男がこっちに気づきましてね。えぇどうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきまして、ありがとうございます。 チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひご興味ある方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もぜひお願いいたします。さあ今回もねまた楽しみな方来てくださいました。ご紹介いたします。怪談語りバーミヤン市一河さんです。お願いいたします。はい、えー。バーミヤン一河です。<laughs> よろしくお願いいたします。お願いいたします。 もう風格がすごいんですけども、年食ってるだけです。年食ってるじゃないんですよ。<laughs> ただ階段の方を本格的に始められてからはまだ2、3年ぐらい,いそんなもんですね。でもお持ちの階段の数がもうすごいんですよね。あ、そうですね。まあまあ500ぐらいは短いに入れればあると思います。いや <laughs> イベントの方ね、はい、あのたくさんであの出られたりとか、はい、主催もされてますんでね。そうですね。皆さんあの X の方、はい、あの概要欄貼っておきますからね。ぜひチェックをして足を運んでいただきたいと思います。 でまた近々9月の、えー、またあるんですね。はい

な会談会になるかを楽しんでいただこうという、そういう思考です。あの、めちゃくちゃしゃべり流暢ですね。本当に。い実はですね、あの、はい、今回お話しいただくのが、はい、あの、以前ね、こちらの、まあ、チャンネルの方で、あの、三木住職。はい、で、三木大雲さんが、ええ、まあ、お坊さんの、このね、うん、まあ、修行時代とか,かなり若い時に、あの、埼玉の方の。 はいのまあ、ちょっとこうね、えー、そのところにちょっとこう巻き込まれそうになったっていう、まあ、お話していただいて、まあ、すごく大反響だったんですけど、まあ、あのそのね、はい、あの動画はぜひ皆さんのご覧いただきたいと思うんですけどもねあの、まあ、その、まあ、事件がありましたがその美樹さんがいろいろあった時よりもさらに遡ること前に、はい、そのバーミヤンさんも、はい。 まあちょっとこう何かそうなんですよね。えー、これはねあの僕が小学生の頃なんですけどね、まあ、当時あのその犯人ね、えー、はその、まあ、熊谷であの事件はありましたけども、はい、別のところに住んでたんですよ。うん、その時にまあ僕の近所に住まわれてて、はいうん、でね、えー、ライオン飼ってたんです。 ライオン。はい。ライオン飼ってたんです、ね。ライオン飼ったんですよ。はい、子供ですから、ライオン。近所で飼ってたら、見たいじゃないですか。見たいですね。これは、友達なんかと一緒にワイワイ行って、その、ライオン見に行ってたんです。けど俺に入ったライオン見に。そうなんです。俺、はい、に入ってました。で、オスでしたね。縦がばっとしました。行ってたんですが、親がね、あの、ちょっと危ないから行くないうということを言いまして。まあ、僕の親じゃな、だけじゃなくて、えー、他のね、友達の親も、あそこ行っちゃいけない危ないから。 を言い出したもんですからもうそうなればもう子供としてゃいけませんので、うん、まあしばらく行かなかったんですけどでもねどうしてもこうムムラムラしてくるまあ <laughs> まあまあ見たいですよね。見たいってなってである日ね一人で学校帰りにね、えー、行こうと思って決めて行ったんですよ。うんはい、家っていうのは、まあ、僕 の家と、まあ、学校のちょうど中間ぐらいにあるんですけどちょっと脇道に入って竹やぶの中に入ってくるんですけどねそこの竹やぶに抜けた右側にその家があるんです <laughs> その日ワクワクしながらね小走りにダーッて竹やぶ抜けてで右側ふっと見たんですそしたら庭にねちょっと庭のある柵越しにちょっと見てたんですけど庭にね人が二人いたんです一、はい、人はね坊主頭で、えー、ランニングをね着、えー、てましたでね 昔ながらの漢字の入れ墨ちょっと覗いてましたね<ー>で、えー、その男がね年はまあ,まあ中年ぐらいなんですけどあのちょっとしゃがみましてねでナタですよ。はい、で持ってハンドバッグぐらいのこのぐらいの大きさの肉の塊何かのそれをパスッパスッパスッって叩いて切ってるんですよ。 でえー、血がだっとこう流れててで肉片も周り飛び散ってて青ぐといで言いますかね、まあ、そんな色にその場所が染まってたんですで2人いたって言いますともう1人いたんですがこちらはね複数男は覚えてないんですようん、うん、ただそのなたをで振るってた男よりは若く見えてでその男は水道からホースを引いてその汚れたシートというの上のっをジャーってしてる洗い流してたんです。男性2人ですね<人> ライオン見に来たのにそんな肉を切る現場じゃないですかでえっと思ってぼーっとなりましたねしばらくそこでぼーっと見てたんですよ、うん、したらナタの男がこっちに気づきましてね「ねやの何見てやがる?」って言ってナタ持ったままこっちにここわっ来たんですよ小学生ですよねそうでうわーっと思いましてねで 叫びました僕でもう走ってその場から逃げてガッと走るんですけどランドセルしょってるじゃないですかうん、うん、からもう後ろ来るんじゃないかと思って振り返りながら逃げるもんですからもうブン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 ,ブンランドセルに振り回されて足がなかなか前に進まないんですよもつれちゃってもう怖い怖いと思いながらっッて言ってそれでも頑張って懸命に走って家に着いて家誰もいなかったんですよ、はい、鍵上げて中に入って鍵閉めてで、えー、玄関の脇の小窓からねこう。 あとついてきて特定されてんじゃないかと思って、見て10分ぐらい見てました。ただ、誰も人の姿が見えないんで。そしたらちょっと落ち着いてきました。うんはあ。あの肉なんだろう。ちょっとその時思ったんです。でもまあライオンとか飼ってるし、ま何かね。餌にする肉なんじゃないかなってその時は思ったんですよね。 親に言えないですよ。行くなって言われてるの言ったもんだからで友達にも言えないし学校の先生にも言わなかったんですけどただねあ,のあまりにもやっぱりおぞましい光景に見えてて、えー、思い出すたびにねなんかじわーっと手のひらに汗かいてくるんですよじわってね怖いなーって思っててそんな日々が続いてたんですけどしばらく経ったらそのライオン飼ってるね、家の人たちが家族で引っ越したって様子を聞くんです、うん、でほっとしましたね。 ああほっとしたよかったなと思ってこれでまあ忘れられるなってその時に思ってまあ実際は忘れたんですこ、うん、それで僕も成長しまして大学まあ大学は別のとこ大阪の方に行ったんですけどそこである日ねテレビパッてつけてたんですよ。そ、はい、したらあのナタの音が映ってるんですええニッコニコしててでザッと。でねそれがあの熊谷のね えー、愛犬家の方中心にたくさんの人が消えてるんだけども犬のブリーディングをやってるある男が絡んでるんじゃないかって,ってその男のもとにマスコミの人たちが集中して取材に行ってましてそれがそのナタの男だったんですそのわーって騒ぎがあったその次の年なんですよねこの男が犯人だということで逮捕されるんですあの元の奥さんと一緒に。はい、俺が 犯人であの男がという男だったんですよねで、まあ、もう有名な事件なんで、はいまあ、もちろんその島田さんもあのご存知だとは思うんですけどやり方はまあ手,に手が込んでるんですで、まあ、人を殺めてうん、うん、その、まあ、ご遺体ですよねそれを処理をするんだけどもそれを細かく刻みましてねドラム缶の中に入れて灰になるまで焼くと。 してその焼いた灰を川だとか山の奥の沢なんかに流しちゃうんで、えー、証拠が残らないんですよねでなんかボディーを透明にするっていう言葉を使ってたっていう話なんですけど、えー、そういうことがあるんで警察としてもなかなか証拠がつかめなくてなかなか逮捕されなかったっていうのは後からまあ聞いたんですよね。で僕はもうう逮捕されたたっていうのを、えー、テレビで見たんで見ん えー、そのまま実家にその夏休みにその年帰って父にね言ったんですよ「あの近所に住んでた」逮捕されたねって言ったら「したらああ逮捕されたな」って言ってであの子供の頃みたいななたの話にしたんです、はい、そして「あそうかこんなことがあったのかと」と、うん「お前あれだったろあの子供の頃なこの辺の親みんなそうだけどあそこの家に行くなよ危ねえから」って言ってたろあれはな 檻でも壊れててライオンが飛び出てくるからってそんな話じゃねえんだよ実はあそこの家に行った人がっっってててこねえって噂があってなだから何されるかわからないから子供を近づけないようにまあ親もだからそういう噂は言わないですよその子供にただ行くなって、まあ、配慮してねあの家は危ないから行くなっていうことだけにしてそれでこの辺の親みんな止めてたんだよ 「あのお前俺の親友、まあ、ゆうさん知ってるだゆうさんなある日ゆうさんうちに来たことがあるんだよでうちの庭先に車止めさせてくれ」っ言うんだでなんだって聞くと「いや俺あの金貸してんだようん、うん、いつまでたっても返そうとしやがらねえあのなめてやがると今から俺あいつのとこ行って掛け合いに行ってくるから」 でもあんたも噂は知ってるだろうまあ警察も調べてるらしいけどまあ証拠がねえのか実際にやってねえのかそれはまあ俺も分かんねえけど、まあ、噂はあるよなだから今から20分20分で俺必ずここに戻ってくるからもし俺が帰ってこなかったらすぐ警察に電話してくれ頼んだよって言ってその o u さん行ったんですははい、はい すぐ帰っうんただもう来た時は威勢良かったんですよ「やろう」って言いながら来たんですけどもうしょぼんとしてましたねこういう感じで帰ってきてでいつもね来ればまあちょっと、まあ、親友ですからねあの親父の上がっていろいろ喋ったりする人なんですけどその日はもう「ありがとう」って言ってそのまま何も言わずに帰ってた、まあ、父はねあの顔見たら。ら お金を返してもらえることになったのかどうか聞くべきじゃないと思ったから聞かなかったで多分って言ってましたけど、あのまあそのユウさんという方は商売でね大変成功されたんですよ。なんでおそらく何か話しているうちにピンって嫌なものを感じて金取り返すの諦めたんじゃないかなっていうふうに父が言ってましたね。まあ僕言ったんですよあのその父にあの肉ね子供の頃 あれ見ていただいたの見えたけどもまあそういう事件の話を聞くとひょっとしたらってあるじゃないですか、はい、ちょっと聞いたんだけどでも俺は俺はあれは動物の肉だったと思ってるとだってそうじゃないと辛いしきついって言ったら父が「いやお前ねそれはな人の肉だったってなりえるぞ」って言ったんですよ。 あの人の肉の形をしてたらお前後からついてきて一か八かで捕まってたろうな、うん、人の形の肉じゃなかったからそのまんまお前返したんだ、うん、なんで俺そういうこと分かるかって言うといやな俺あの親友のユウさんの親戚だから 若い頃何度もあいつと飲んでんだよ。であいつならやりかえねえ子供でも平気その辺のことを計算して平気で冷静に物事を考えて自分が捕まらないように段取りできるそういう男なんだよ。何俺もおめえも紙一重ってやつでまあ生きてるのかもしれねえな。って父に言われました。おー いや、壮絶な話でそうですね家にねで金を借りに来たことがあるらしいんですよはいで父は何か嫌な予感がして断ったって言ってましたであれ借りてたらなって言ってましたあの貸してたらなってどうだってたかなっていのポロッと言ってましただからあの愛犬家のね、はい、まあってことで、はい、かなり でもう世間をこう驚かせたというね話でしたけど、はい、もうそれよりもかなり前の話じゃないですかそうですねで当時ライオンを飼ってたそ,うですそのライオンを飼っていた理由も何かあ理由はねあれなんですよあの一応は、えー、成りばいだったんですよねテレビの撮影とか映画の撮影、はい、そういうのに一応貸し出してたんですただねうわさで食わしてんじゃねえのかっていうのがあったんですよね それもあったらしいです噂っていうふうに考え、まあ、あくまでもね憶測、うん、でしかないんですけどこれはもう噂ですよ、うん、でその後場所をね移動して、はい、でも相当お金にも困ってたんですねもうその頃から見たいですよで。 まあ引っ越した先でミキ住職の話へとつながっていくわけですよ、ね。そういう流れになりますよね。熊外です、ね、だから本当にそう今回のバーミアンさんの話もそうですし、ええ、まあぜひね皆さんご覧いただきたいそのミキさんの話もそうなんですが、周りに人たいた人たちっていうのは本当に紙一重。はい。僕もひょっとしたらひょっとします。ここに今来させていただけなかったかもしれないですよね。 でユウさんは一体その時にどんな話をしたのか、何を見聞きしたのかっていうのもすごく考えると怖いですよ、ねはい、怖いです。ただ父はねやっぱり聞いてないって言ってました。もうユウさんは亡くなってるんですけど、あ,<ー>あのついに聞かなかったって言ってました、ね、そんな人間が、はい、なんか光ってますよなんか後ろ。光ってますね。<laughs> で今回ね、まあ、いわゆるこう階段というか、はい、おばくの話では一切なく<っ>本当にもうひとはの中の最上級の話だと思うんですけどな<ー>なんなんでしょうねそういった人間が潜んでるわけですよねそうですね、うん、もう言ったら子供の頃のすぐ近所にいたわけだから本当に、まあ、今ね僕が住んでるとこだって分かんないですもんねそれを言われればねいろんなことをやっぱりされてる方っていう中にいらっしゃるから。うん いやー、ありがとうございました。こちらこそ、いえいえ。はい、ぜひ皆さんですね、バーミヤン市谷さんです。あの, X の方でね、いろんなこうまたイベントとか情報上がっていきますので、主催でいろいろやられてますからね。はい、はい、チェックして足を運んでいただきたいと思います。概要欄に X の方貼っておきます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ゲストはバーミヤン市谷さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。